こんにちは改めて、えー、今日はまずあの県民の日に関するお話からさせていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますさて来る11月14日はあ木曜日になりますけれども埼玉県民の日となりますまず県民の日の由来についてご説明をさせてください明治4年に廃藩置県が行われ その年の11月14日に埼玉県が誕生をいたしました生まれたばかりの埼玉県は東側が埼玉県ですけれども西側は入間県と呼ばれていました明治9年に埼玉県とこの旧入間県が合併して今の埼玉県とほぼ同じ形になりました昭和46年に明治4年から数えて 埼玉県誕生百年を迎えるにあたって。この十一月十四日を県民の日に制定をいたしました。したがって、今年で四十九回目の県民の日となります。本年は県民の日にあたって。県庁のオープンデーを開催をいたします。県庁を開放して。県庁を身近に県民の皆様に感じていただき。 県政の理解と関心を深めてもらうためさまざまなイベントを実施する予定でございます次に記念フリー乗車券共産施設においては県内6鉄道事業者の協力をいただいて乗り降り自由のフリー乗車券を発売をいたします県立施設のほか民間施設にもご協力をいただき 県内の博物館やレジャー施設などの入場料無料等の割引を実施させていただきますまた、県民の日記念式典を埼玉会館の大ホールにおいて実施をいたします式典におきましてはこの県民の日に合わせて寄せていただきました記念の作文、絵画コンクールの表彰さらには 県民の模範となる功績を挙げられた方を対象とした知事表彰などの儀式を行うこととなります今年も多彩な県民の日の行事を行わさせていただきますので詳細についてこれからご報告をさせていただきますぜひ楽しみながら埼玉県の魅力に触れていただきたいと思っています次のページお願いしますさてまず先ほど申し上げた県民の日記念イベント 県庁オープンデーについいてご紹介をいたしますこの県庁オーープンデーは平成7年から実施をしておりまして今年で19回目を迎えることとなります今年は県内の県庁の119の課そして9つの企業が出展をいたしますちなみに昨年は1万2千人の方にご来場をいただきました 今年の見どころとして、この左側の主なイベントでありますけれども、まずは来年に迫りました、東京2020オリンピック・パラリンピックの競技体験ができるコーナーをご用意をさせていただきました、フラワーバスケット、スナックゴルフ、あるいはエアスポーツガン、ちょっと見にくいですけど、こういうのですね、えー、あるいはボッチャなどが体験をできるコーナーであります。 また、日本でこれまでに行われた東京1964オリンピック、長野1998冬季オリンピックの金、銀、銅メダル、および東京2020オリンピック、東京1964オリンピック聖火リレー当時など、貴重な本物のシナジアを展示させていただきます。 ちなみに1964オリンピック聖火リレー当地は私も先般火をつけたものを持たせていただきましたけどもものすごい煙が出るものでありまして当時の雰囲気をお楽しみいただけると思っています埼玉釣りコーナー埼玉釣りコーナーでは失礼しましたではミニ縁日を味わっていただくことができるコーナーをご用意しました輪投げやあるいは的当てなどのほか出汁やあるいはやぐら みこしも段ボールでできていますので軽くてお子様でも安心して遊んでいただけるコーナーとなっています埼玉の魅力たっぷりスタンプラリーも実施をいたします県庁内に6か所あるスタンプを集めると集めた数に応じて埼玉の魅力が詰まった素敵なプレゼントを得ることができますまた子どもたちに大人気の巨大コバトン ふふわふわも設置をいいいたたしたいと思っています次に右側こちらはステージイベントになりますけれどもこちらにおきましては衛星開館前の特設ステージでさまざまなメニューを開催をさせていただきますコバトンクラブのメンバーでもある乃木坂46の新内舞さんは「オールナイトにオールナイト日本の DJ を務めておられますけれども今回 オールナニッポンとのコラボ企画として埼玉の祭りを体験していただき私とも祭りを通じた埼玉の魅力についての対談を行う予定になっていますテレタマとのコラボではテレビ埼玉との協賛によって花塙さんによるライブを実施します咲き誇れ埼玉という埼玉愛にあふれた曲をご披露いただけるということでありますまた、 2021年には埼玉県が誕生してから150年を迎えることとなりますお祝いムードを今から高めたいと考えておりまして県のマスコットコバトン埼玉地と各市町村マスコットのコラボデザインこの2人二匹でしょうか二羽でしょうか二人のマスコットと各市のコラボのデザインが発表されることになりますのでぜひ 皆さんにも応援をいただきたいと思っています。このほか、勝手に埼玉応援隊などによるステージショーもあります。一日を通じて、大人から子供まで、家族皆さんで楽しんでいただける内容となっておりますところ、ぜひ訪れていただきたいと思います。次のページをお願いします。これのほか、県庁オープンデーにおいては、さまざまな PR、あるいは支援の事業も実施をいたします。まず、農業ですけれども、 埼玉県はご存知のとおり里芋が全国一、ネギ、ほうれん草、ブロッコリー、小松菜は全国二位の産出額を誇る全国有数の農業県であります。採れたての農産物県庁マルシェにおきましては十一月これはあの埼玉県の地産地消月間ですけれどもこの地産地消月間に合わせて埼玉県産の旬の野菜を 販売させていただきます県内の6つの農協が新鮮で美味しい野菜などを販売をいたしますこの度の台風では大変残念ではありますけれどもネギやブロッコリーなどの農作物に一部被害が生じてしまいましたけれども産地は頑張っていますぜひこの機会に県農産物を食べてみてくださいそして埼玉ブランド農産物である 埼玉の豚肉は安全でおいしいぜひとも PR をさせていただきたいと思っていますので味わっていただきたいと思っていますこの機会に地元埼玉の農産物を知って買って食べていただき近いけれども意外とおいしい埼玉県の農産物に触れていただきたいと思っています次に右側になりますけれども 家庭で余った食材を集める県庁フードドライブを実施いたします県庁のオープンデー当日ぜひともご参加いただける皆さんにはご自宅にある食材を持ってきていただきたいんですこのいただいた食材については子ども食堂などに提供をさせていただきます食品ロスにつながる日本らしいもったいないの精神で子どもたちを育むそういった この企画にご協力をいただきたいと思っています。なお、この持ち込んでいただける食材ですけれども、レトルト食品やお菓子、ジュース、調味料など、賞味期限が1ヶ月以上あるものを、ぜひお持ちいただければありがたいと思っています。他方、肉、魚などの生鮮食品や冷凍冷蔵品、あるいはアルコール類は対応ができないので、 ご容赦をいいいたただきたいと思っています。さらに、台風第19号に関わる義援金の募金箱を、東玄関総合受付に設置をさせていただきます。県では、被災者の方々が一日でも早く日常生活を取り戻すことができるよう取り組んでいるところでございますが、その一環として、義援金、寄付金の募集受付も行っております。 現金につきましては、今回、募金箱は設置させていただきますけれども、このほかにも、埼玉リソナ銀行や、武蔵野銀行への口座振り込みという形でも受け付けておりますので、ご協力をいただきたいと思っています。また、寄付金につきましては、寄付受付サイト、ふるさとチョイスの災害支援サイトで受け付けております。来場されたた、皆様には、ぜひこういった 取り組み支援にもお力添えをいただきたいと思っています。次のページお願いします。さて、県内鉄道6社が県民の日を記念して、11月14日、県内の各路線で自由に乗り降りできる乗車券を発売をいたします。乗車券を発売する鉄道会社は、左上から東武鉄道、西武鉄道、七武鉄道、 埼玉高速鉄道、筑波エクスプレス、そして、ニューシャトルであります。埼玉高速鉄道と、筑波エクスプレスは、全線での乗り降り自由となります。例えば、東武鉄道では、和光市から寄居駅まで往復をすると。通常、千六百四十円でありますけれども、フリー切符が四百八十円であるため。大人料金で、千百六十円お得。 西武鉄道では所沢駅から西武秩父駅までを往復したとすると通常1080円ですがフリー切符が480円であるため大人料金で600円お得になっています料金がお得になっていますのでぜひこの機会に有効に活用して県内の魅力ある観光地や施設にお出かけをいただきたいと思っていますその他にも、 協賛事業として県内の博物館や県営公園レジャー施設など合わせて40施設が入場無料となります年齢等によってサービスが異なりますので詳細についてはホームページなどでご確認をください主な協賛施設はご覧のとおりであります例えば子ども動物自然公園や所沢航空発祥記念館 などの県営の施設、あるいは武蔵野村や百貫の温泉などのレジャー施設等でサービスが受けられます。例えば、子ども動物自然公園では、通常大人520円、小中学生210円の入園料金が無料となります。大変お得でありますので、この機会にぜひとも有効に利用して、県民の日には 県内施設にお出かけをいただきたいと思っています次のページお願いします最後に県民の日の記念式典について説明をいたします11月14日、県民の日に合わせて作文・絵画コンクールにおいて入賞された小中学生の皆様や様々な分野で県民の模範となる顕著な功績を挙げられた方々を表彰いたします 作文コンクールにつきましては、私が伝えたい埼玉県の魅力をテーマに、県内の小中学校の応募者から表彰を、絵画コンクールは、強度をテーマに、県内の小中学校の応募者から表彰を行います。また、埼玉県表彰規則による知事表彰として、地方自治、消防、環境保全、社会福祉、 交通安全、警察、文化などの18の分野において、顕著な功績を挙げられた方々を表彰をしております。さらに、白子バト賞として、住みよい地域社会を実現するために、積極的な実践活動を地道におつづげいただいている個人、団体を表彰をしております。受賞者は、全体で個人が、 1> 1名、団体が68団体体がとなります。県民の日は私たち県民が住みよい地域社会を実現するために積極的な実践活動を地道に失礼え積極的な活動を続けている方々に対して御礼を申し上げるとともに私たち県民が県の歴史や領土や風土を知り先人の偉業を忍びながら 領土への強度への愛着を深めるために良い機会となりますまたご説明したとおり当日は多彩な行事を行いますので皆様県庁や県内の様々な施設にお出かけをいただいて楽しんでいただくとともに埼玉県の素晴らしさをぜひとも再発見をしていただきたいと思います私の方からはこの県民の日についてのご案内をさせていただきました えー、幹事社の埼玉新聞です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、あ、じゃちょっと県庁オープンデーについて質問させていただきます。はいまあ、あの今回で十九、えー、回目の開催とのことですが、まああの大野知事が、えー、考えるそのまあ目玉企画ですとか、うん、今年初めて行われる企画、まあまたあの県庁にまあ、えー、来たからにはぜひこんなところ県庁を見てほしいといったところはありますでしょうか。ありがとうございます。あの残念なことに、えー、台風十九号これあの埼玉県内にも 大きな被害をもたらすこととなりました。でこれらのにもかかわらず地産地消の例えば農産品を作っていただいたりあるいは出品をしていただいた方々さらには豚コレラで厳しい環境にある中でもえ豚肉を出店していただいている方々もおられますさらには県内の各施設の中にも爪痕が残されながらも今頑張ってなんとか この県民の日に合わせて皆さんに楽しんでいただこうこういって頑張っている方々もおられますのでぜひこういった県庁マルシェに来ていただいてそういったその頑張ってくれている生産者に直接接していただいたりあるいは先ほどのいくつかの施設がありますけれどもこの施設を訪れていただいて改めて埼玉県頑張っているなというふうに実感をしていただきたいと思っています。ままたた先ほどど申しし上げましたけれども 150周年ですね。埼玉県のができてから150周年が近く行な行われることになりますので、まああと2年ですか。なんとか徐々に盛り上げていってですね、県民とともに埼玉県の発展をいわゆるような環境を作っていただきたいと思っています。はい。あのこの県誕生150周年に向けての取り組みとしましては、はい、なんちゅうそこに向けての。 動きとしては今回、このマスコット・ザ・インというのが初め,ての初めての企画150周年に向けてのなんかこういういイベントというのは初めてになるんでしょうかあの150周年を記念してのイベントはもちろんそれは別途行われるわけですけれどもしかしながらあの今回、歴史を振り返る東京オリンピック・パラリンピックも含めてです、ね、あの2020ですね1964年のものから振り返ってあの今年はラグビーワールドカップそして来年は 東京オリンピック、そしてその次の年は150年と、こういう形でつなげていきたいと思っていますので、ぜひそういった意味でも、あの今回、まあ、初めてというわけでは必ずしもないですけれども、あのそういったことをやらせていただくとと,ともに、その初めての企画としては、先ほど申し上げましたけれども、各市町村にマスコットがいます。このののママススコココッットのバトトとと埼埼玉玉県バンを、まあ コラボしてまあ見ていただけるとまだ私口でここで言っちゃうとネタバレしてしまいますので言えませんけれどもそのマスコットのデザインが発表されますのでこれは150周年までぜひ使っていきたいと思っています。ありがとうございます。ええー、と知事発表について質問がありましたらお願いします。はいぜひ盛り上げてくださいよろしくお願いします。 それでは、えー、幹事社質問に移らさせていただきます、えー、昨日あの大野知事は、えー、就任後初めてあの旧都県市首脳会議に、えー、出席されましたが、まあ、あの会議にどのような印象を持たれましたでしょうか、えー、またあの今後のこの旧都県市首脳会議をどのように活用していきたいとお考えでしょうかよろしくお願いしますはいありがとうございます旧、えー、都県市、えー、首脳会議はこの東京を取り囲む 都県、あるいは政令指定都市の、えー、いわゆる首長を、えー、参加メンバーとして行われたものであります、座長を務めになっていただきました、今回は東京都の小池知事が座長を務めていただきましたけれども、小池知事をはじめとし、各県、そして市の首脳の皆様との意見交換を通じて、首都圏での共通の課題に、えー、の解決に向けて、連携して取り組んでいこうという強い意思、 と姿勢が感じられました特にあの今回はですねあの会議におきましてはこの関東圏特にその首都圏について台風15号19号その後の大雨と被害に見舞われることとなりましたそこで各都県市からの報告そして旧都県市として取り組むべき課題についての意見交換が行われたところでありますで私の方からは あの埼玉県だけではなかなかできないこともありますので、例えば国直轄河川の整備、あるいは被災者生活再建支援法に関する支援金の支給対象を半壊まで拡大することについて、国に要望したいと、このように働きかけをして、ぜひ、給都検視として取り組んでいく必要があるのではないかということを投げかけさせていただきました。各首脳から出された課題や意見については 今後旧都県市の首脳会議の防災危機管理対策委員会において検討をしていくという結論となりましたまたあのこの旧都県市はですね、それぞれに東京オリンピック・パラリンピックの開催の会場を有しています東京オリンピック・パラリンピックを見据えて外国人旅行客が安心して観光できるようあるいは 東京オリンピック・パラリンピックが成功に結びつけるようそれぞれの課題を議論したところでございますが私の方からはあの外国人観光客もたくさん来られますのでエスカレーターの安全利用を旧都検視で推薦する取り組みを提案させていただきましたというのはその例えば駅や公共施設のエスカレーターについては埼玉県だけがルールを作ってもこれはなかなか 共通のものとして受け入れられませんので、それを全体で進めていこう、そこで事故をなくしていこうと、こういう提案でございます。今回の会議では、それ以外にも、例えば児童虐待の防止対策や、あるいは海洋プラスチックごみ、これはあの、海洋プラスチックごみではありますけれども、その上流にある川、河川での対応も含めてということでありますが、こういったことを、えー、一つの自治体の取り組みではできないという問題意識から、課題について、 議論をさせていただきました。このように、あの、旧都建市で取り組むとことが、あの、有用な。部分、部分も多,多々ありますので、今後、この旧都建市における取り組みを。しっかりと支えていきたいと思います。以上です。すそれで、えー、と、あの、旧都建市では、うん、えー、さあの、来年の春までに、えー。災害協定を見直して、あの、災害時にプッシュ型支援を取り組むとのことですけれども。えー このことについての知事の受け止めをお聞かせください、はい、あの台風15号におきましては、えー、他県の一部の自治体で物資が不足しているとの情報を把握していたけれども県側とは連絡が取れなかったためにプッシュ型支援が行われなかったという事案,事案があったと承知していますこのような反省を踏まえて災害発生時には例えば被災をした県 あるいは市からの要請を待たずに支援を行うプッシュ型の支援を柔軟に行えるようにするなど、えー、旧都県市の災害時総合運営に関する規定これを見直しを行うといったことも想定をして、えー、見直すことを考えていると検討するということでありますまだの結論として具体的に出てるわけではありませんありがとうございますはい。じゃあえっ、ー、と幹事社質問について、えー、質問がありましたらお願いします それでは、えっ、ー、と、ほに質問がありましたら、お願いします。はい、井森さん。あ、読売の福田と言います。えっ、ー、と。 まもなくですね台風十九号のあの発生から一ヶ月となりますけれども、えっ、ー、と現状ですね知事が考えられている課題点だとかですね今後必要な対策についてもしお考えがあれば教えてください。えっと、現在の対応に関する課題そ,それとも将来の課題ですか、えー。将来の課題についても、はい。ありがとうございます。あのまず、えー、今もなお,お東松山市においては避難所での生活を余儀なくされている方々がおられます。 またあの秩父市においては車での行き来ができない場所もおられてそういった集落で暮らしておられる方もおられますまずは目先の問題として一番やはり大きいのはこうした方々が元の生活に一日も早く戻ることができるように取り組むことが一番大事なことだと私は考えていますその一方で現在の近年のですね 頻発する激甚災害やあるいは台風1つとってみても10月あるいは11月になっても海面の温度が高い等からこれからもまだまだ大きな災害が可能性としてありえるわけでございますのでまずは県庁におけるあるいは県と市といったあるいは県と国こういったその連絡体制も含めてです、ね、あの見直すべきところがあれば一つ一つ丁寧に あのファクトを踏まえてチェックをしていきたいと思っています。また、あのえ道、ー、の整備につきましては、あの一朝一夕に土木的な措置はできるわけではありません。けれども、もしかしながら応急的な措置が行われたところを、今度はあの本格的な復旧へともたらす必要がありますので、そういったところをしっかりと手をかけていきたいと思っています。そして、あの全てがまだ明らかになったわけではありません。けれども。農林業 畜産業、商工業、こういった特に中小企業が被害を受けているところもありますので、あのここに対するそのきめ細やかな支援、そして最後はあの一般家庭についてもそうですけれども、あの泥水をですね えー、書き出した後も通常の生活にまだ戻れてないところがありますので、えー、こういったその市の取り組みをしっかりと後ろから支援していけるようなそんなことを行っていく必要があると思いますがいずれにしても体制の見直しということを私としてはあ陣頭指揮していきたいと思っています、はい、どうぞ産経新聞です、お世話になります。 先日、他市の報道なんですけれども、うん、タフ台風19号によるオッペ川の堤防結果について、国から県への決壊情報の提供が、決壊判明から約3時間半後に遅れていたという報道がありました、うん、これについてのです、ね、知事の見解、を教えていただけますでしょうか、はいえー、今回の台風19号の対応では、災害情報、避難情報の伝達について、課題があったというご指摘の記事についての報道は、 承知をししてておりりまますす、えー、確かかにもう少し早く情報伝達がなされていれいばよかったとと思えるところではあります災害に関する情報が地元の自治体や住民に確実に伝わって正しく理解をされることが重要であって我々としては災害応急対策に全力を尽くしその上で災害情報や避難情報などの伝達について改善できる点がないかということを 国とともにしっかり検討させていただきたいと思っています。以上です。がいすよろしいでしょうか。はい、テレビサイダムですけれども、はい、あの昨日のことになりますが、あの有権の信号流行語大賞のまあ候補の中にですね。 飛んで埼玉といいいうううのが、えー、選ばれていましたこ流行語の中に埼玉という言葉が入るのはかなり珍しいと思うんですが、知事、これに関して受け止めというのはやはりその埼玉県を盛り上げていくという立場から申し上げればあの、埼玉という言葉が入っていただけるというのは大変ありがたいことでありますし、飛んで埼玉のブームは一過性のものではなくてです、ね、埼玉県に対する注目を集めていただけるように。 えー、こういった形で候補になって、そして、まああの、もしもです、ねえー、グランプリというんでしょうか、あの選ばれるとすれば、我々としても嬉しい、PR、効果が高いので、うれしいと思っています。はい、ありがとうございます ラグビーワールドカップが、えーまあ、盛り上がりの中閉幕しましたが、はいえー、大会全体についての知事の所感をお聞かせいただけますでしょうか、はい、分かりましたあのアジアで初めてのラグビーワールドカップの開催でした、えー、正直、えー、招致の当時も含めて、まあ、その後の経緯も私もあの国会議員として見ていましたけれどもあの認知度が上がるのかとかです、ね、そもそもチケット自体が完売できるのかどうか などの不安もありましたでただ、チケットの販売率は99.3%と歴代最高の記録を更新し観客動員数は延べ170万人を超えてどの会場もほぼ満席という状態でありあのラグビーワールドカップのワールドラグビーの方からも、えー、非常に高い評価を得たというふうに認識しています。あの今大会では あの日本代表がですね決勝トーナメントに行ったっていうのは素直にあの多分知事というしてもよりも日本国民としてですね素直に嬉しいところでありますし、あのそう試合後はお互いの健闘を称え合うノーサイドこれあの政治家として学びたいというふうにも思っています勝利に向かってチームが一つになるワンチームはこの健闘一つになる上でも大変な手本であったと思いますしラグビーの素晴らしさ。 これはの私、にわかファンですけれども、あの非常に、えー、素晴らしさが日本中に広がったと思っています。他方ですね、今回あの、えー、熊谷という競技会場を抱える埼玉県として、あの当然、交通や、あるいは治安対策など、不安もあったんですけれども、ただ、この大会の途中で,です、ね、あの台風の影響が懸念をされましたあ。ワールドカップ史上初めて 試合が中止になったとかですねそういったこともあり、まあ、あの不測の事態も正直生じたわけですが全体としては非常に良い大会だったと思っていますあの熊谷について申し上げればあの3試合予算で行われることになりましたけれどもあの最大の課題とずっと言われてきた観客輸送についてもあの警備交通規制,規,則規,則規制などの県警察あるいはバス会社のご協力もあって あの非常にスムーズであったと思いますまたあの大会そのものを訪れていただいた方々からもあの笑顔で対応していただいたボランティアの方々に対する感謝も含めてあの事故もなくスムーズに対応をできたというふうに思っていますそしてもう一つ忘れてはならないのはあの3日間で1万5千人の小中学生を観客席に ご招待をさせていただいたということでありますけれども、彼らがです、ね、あの事前の、まあ、勉強というんでしょうか、ラグビーに対する理解、あるいは国歌を一生懸命覚えてきてくれて歌うとか、そういったことを含めてです、ね、小中学校の皆さんも楽しんでいただけただろうし、この小中学生を見てくれた外国人の方から、共感の声が上がったというのは、とても 素晴らしかっったと思っていますあの今後はです、ね、今大会の成功を、まあ、ラグビー全体、日本ラグビー全体の発展もそうですし、あの大会のレガシーとして実は我々も一生懸命取り組まなければいけないということを議論させていただいている最中であります、例えばその国内でも数少ないラグビー専用のスタジアムが熊谷スタジアムであの非常に見やすいというふうに、あのどなたからも褒められました。でこういったその 熊谷ラグビー場の良さを生かしていくためには、今後、国際試合やトップリーグ、さらには大学ラグビーの試合数の増加などを図っていきたいと思っていますし、これ、す裾野を広げなければいけないので、例えば小中学生のあ、失礼、小学生のタグラグビーとかですね、あるいは中学生、高校生の放課後ラグビー教室なども含めてです、ね、ぜひ裾そ野を広げることについても、県としても支援をさせていただきたいと思っています。 トップリーグは来年1月に開幕 1>、うん、新シーズンが開幕すると思いますがパナソニックなんかの具体的に例えば熊谷で何試合とかそういうちょっと予定を、えー、組まれている予定を教えていただけますでしょうか、はいあのー、今回、えー、熊谷ラグビー場がホー,ムチームホ,ホームスタジアムになるわけですけれどもパナソニックワイルドナイツについては今シーズン、熊谷ラグビー場では 7日間12試合が行われるといいいううふうに聞いています、えー、このうちパナソニックワイルドナイツについてはホームゲームとして7試合が行われるというふうに聞いていますあのー、打足になりますけどもこのパナソニックワイルドナイツにはあのー、日本代表のですね、えー、選手たちが今6人ですかね参加しているほか、あのー、世界最高レベルのプレーを見せてくれた 南アフリカの代表やニュージーランドの代表選手も加入したというふうに聞いていますので、ぜひ、ですね熊谷あスタジアムに、ですね熊谷ラグビー場に足を運んでいただきたいというふうに思いますありがとうございます。あのー 台風15号の時の千葉県知事のです、ねえー、行動についてです、ね、週刊誌などでちょっと話題になっておりますけれども、き、えー、今日森田知事がです、ね、ご自身がなんか、えー、と公用車から、えー、自家用車に乗り換えて、私的に視察をしたということをです、ねまあ、釈明していてですね。まあえーその一時 報道で別荘に行ったと言ったことは否定しておりましたけれども、台風とかそういう緊急時のです、ねまあ、県のトップの振る舞いとしてです、ね、地域危機管理の専門家としてです、ね、その辺の行動について、どういうふうに感想を持ちますかあの私もその報道については承知をしておりますが、詳細について、えー、承知しているわけではありません。そそののの一方でその危機管理の対応についてはれれぞれの 地域それぞれの,その地域特性があると思いますけれども、少なくとも私は台風19号においては、しっかりと陣頭指揮を取らせていただき、そして必要な措置をえまあ可能な限り、出先も含めてですね、徹底をしていてさせていただいたというのは私の立場でありますので、そういったことを私の場合には続けさせていただきたいと思います。じゃあ少しだけあの雇用者からですね、うん 自家用車に乗り換えて、私的に視察をしたと、災害の状況を視察したと、こういうふうな、うん、発言がありますけれども、知事大野知事でしたらです、ね、公用車から自家用車に乗り換えて視察するということは、ですみません、私的な施設というのは私にはちょっとよく分かっていないので,です、ねあの、正直、想定もで私自身はできないので、ただその、自家用車に乗り換えるということはどういうふうに。<laughs> いや、それは自覚した乗り換えることはあるかもしれませんが、ただ、それを指的な施設っていうのは、なん、何なのか、が私によくわからないので。ちょっとコメントの使用は、すいません、ないです。はわかりました。はい。他は、いかがでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。